モーフィンはアメリカのロックバンド。1989年にニューイングランドで結成され、5枚のアルバムを発表した後の1999年に解散した。1989年、元トリートハーライトのマーク・サンドマンとボストンのローカルバンドで活動していたレイナ・コーリー、ジェローム・デュプリーによって結成される。結成当初、サンドマンは弦を一本のみ張ったベースギターを スライドバーを用いて演奏していたが、あと2弦をもう1本追加して、独特の2弦スライドベースを編み出した。サンドマンのベースに、コーリーのバリトンサックス、そしてドラムから構成される変速トリオは低音を、主軸としたジャズ、ブルースよりの独特のロックを展開。その音楽は、ローロックと形容された。1992年、デビューアルバム、グッドを、 地元のインディーレーベルから発表。翌1993年の2作目、キ u アフォ o ペ Pain はカレッジラジオを中心に評判を呼んだ。リリース後はアメリカ、ヨーロッパ、日本をツアーして回る。1995年に Yes、1997年に Like s w ング m i n g と続けてアルバムを発表。しかし、1999年7月3日に、 イタリアパレストリーナでのライブ中にマーク・サンドマンが心臓発作で倒れ、隠し、突然の悲劇でフロントマンを失ったバンドはすぐに解散を発表した。2000年には遺作となるザ・ナイトがリリースされ、残されたメンバー2人はオーケストラ・モーフィンという9人編成のバンドを率いてアメリカ東海岸でトリビュートコンサートを行った。また、2011年には マーク・サンドマンの生涯を描いたドキュメンタリー映画キュア・フォー・ペインザ・マーク・サンドマンストーリーが公開された。ありがとうございます。